こちらはタイカブでございます。はい、昨年ぐらいですか、モデルチェンジしましてね、はい、エンジンが新しくなってございます。ただこれはうちでご購入いただいた車両じゃなくてですね、ホンダ系のお店で、で、なんか 125cc にして売っているところがあるんですよね。そのタイプがあるんですよ。普通のタイプもある。でこれ 125cc バージョンだということでね、はい、アベレージがね、だいたい82キロ、125にした方が燃費がいいんですかもしれないですね。82キロ、何言ってんのって思いますよね。そう、ガソリンを使わないということはいいことですね、はい、環境にもいいということですね。ということで、ちょっと、お仕事のご依頼をねいただきまして、まあ、こうブレーキレバーだとか、ブレーキなどのね、グリスを塗ったりとか、そういうことをやらせていただくということなんですよ。で、そのためにはね、ちょっとこの辺を全部ちょっと開けなきゃいけないんですけど、これね、カゴついてるでしょ、前カゴね。これ多分この見ると耐震用の前カゴみたいなんですよ。見てください、わかります？平らじゃないの。こうキャリアを避ける人こうなってるんですよ。面白いですよね。ちゃんとこう低いね、見る。ここにスーパーカブなんて入っちゃったりしてね、おしゃれです ね。ただあれがないみたいな、この押さえるやつ、日本仕様の、てか日本仕様って言わないですね、日本のやつはパタパタがついてるんですけど、うん、これもこのおしゃれな感じです ね。平らじゃない、まあ、使いやすいかどうかって中身はまだ分かんないですけど、はい、もちろんだからこうやってこういう網を、ね、上にかけときゃいいわけでね、これちょっとこう開けてこう入れてね、パッとね、いいじゃないですかね。ね、はい、さあ、そんな余計なことを話していると、あっという時間がどんどん過ぎてしまう。だからこれをまず緩めるということなのであります。はい、そうなりますと、14ですね、はい。大体14なんですよね。で、これの場合は、上は逆ネジ、ね、下は正ネジ。これが、最近のパターン、本田さんのね、はい、ここね、ちょっと緩めます。はい、で、気をつけなきゃいけない。結構危ないですから。よいしょ。ね。スーパーカブ、非常にね、やっぱりタイカブ気に入られてるみたいですよ。いいって、うん、やっぱりね、そういいですよね。そう、これがね、日本だとやっぱりわからん、なんだろうな、なんかあるんですよね。結局いや、なんかね、ね、なんで日本ね、昔じゃないか、日本のやつよりこっちの方がはるかに、ね、新しい分いいですよね。いろんな意味でね、よくできてる、うん、だから多くの人はだから後ろがキャリアだったらいいっていう、もうそういう世界でしょ、うん、ね、シングルシートにして、まあ、それはいずれできるんでね、あれですけど、ただなんかね、ちょっと出ないいつ出るか分かんない、うん、パターンみたいですね、はい、今のこのこいつなんだろうね、はい、ABS 結局新型がね10月以降はもうほら売れないっていうね、こんなことになっちゃってるから、日本のでもほら国で決めちゃったからね、そういうね、どうすることもできないと思うんですよ、ね、いや、やっぱり今こんなご時世だから延期しましょうとね、で部品が、ね、手に入んないとかね、作れない、そうすると供給できないからね、まさかこんなことになるとはね、誰が思ったんでしょうかね、はい、9月生産分までしか販売できないわけですよ。ABS もしくは前後連動ブレーキがついていないとね。で、いずれ、もう株はもう作ってないわけでしょ。ね、作っても売れ、日本で作ったら売れないから、日本でね、はい。作ってもしょうがないですから、はい、輸出なんかしてもしょうがないですからね。はい、そうするとみんなどこ行っても高くついちゃうね。関税かかってね、東南アジアで。日本製のはバカ高いの、余計売れないですよ。ということで、まあ、どうなるかというとですね、どうなるんですかよくわかんないですけどね、はい、いつ発売されるかようわからないってことですよ、ね、うん、日本仕様っていうのはね、うん、で日本仕様っていうのはどうなるのかもわからない、ね、そういわゆる、ね、希望としてはね、多くの方の日本仕様をね望んでいる方の希望としてはやっぱりメーターはこの、デジタルメーターにしてほしいな、ね、そう思うんじゃないですか。
網があってちょうどいい感じで乗りますけど、危ないからやめましょう。こっちの方に乗りますよ、ね、そう、それやるのに外さなきゃいけないんだよ。そうだからそれでちょっと大変なんですよ、これはね、はい、で、こっち側は外すのかな、こっち側外さなくていいんだね、確かね、これね、これ一緒に外れるんですよ、確かね、こっち側はちょっと外しといた方がいいのかな、うん、外さなくても多分できるんじゃないかと思うんですけど、外しといた方がいいのかもしれないということですね。そう、今週はだからね、これとあとリードですね、リード125、はい、それの点検ね、点検整備でちょっといろいろとやらせていただくと思います、はい、だからリードも最初に乗車整備の時にブレーキとかねフロントやってますけど、後ろほらドラムだから触ってないんですよね。でもう3000いくつ走られてますから、多分ねディアのドラム汚れてると思うので、ね、掃除、あと、ね、カムとか一回外してグリース塗ったりとかね、したらするといいのかなーなんてね思ったりするわけでございます、はい、でここはねプチなね、プチよっ、これで、あともうバチ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 で止まってると思うので、それを外すということですね。はい、ただね、そんな簡単に、うん、あとバチバチバチでしょって言っても、そんなに甘くないね。そんなに甘くないです。結構怖いんですよ。ね、マイナスドライバーみたいなので、こうチクチクっと、チキチキっと。ダメだな。ダメだね。やりましょう。はい、とりあえず、上側はこうバチバチバチってはまってるだけなんで、外しているんですけど、ここもそんなに別に上側なんだろうな、ちょっとね怖いですよね、はいね、はいね、こんな分厚いないね、 そんなにもちろんね、ものすごく危ないから気使うんですよ、やっぱり危ない。まあちょっとね、こう割れちゃったら元もないんで、はい、何やってんだか分かんなくなっちゃうんで、はい、ついてるやつ、なんだろう、変速ね、電子制御なんかついてありますよね。でそれもね、ドライブベルトの交換をインタラカンタラって言われたんですけど、で私ちょっとね調べたところ、俺ネジ外れた、下から止めてるよ。ちょっとね、これ無理だなって思ったんですよ。はい、できないね。でどうしたかというと。やった後にね、リセットしなきゃいけないらしいんです。そのリセットするためのものを持っていないので、うちはないんでね。だからそうなると、結局、硬っ。一回も開けてないんだよ、多分。一回も開けてない。硬っ。緩めてないでしょ。ね。多分。日本で緩めてたらこんなに硬くない。これ。そんなにやるとね、うん。ちょっと無理ですね。もし下手にやってうちでねなんかやって、やっぱりちょっとおかしい、なんかおかしいんですけどって言われてもどうすることもできないと。そういう悲観といわゆる。ね、世界のお店でやった方がいいと思います。ただね、お店が最初はそちらにね行ったらしいんですけど、なんか
今年中もうできないと、仕事が入っちゃってるから、来年に、来年ですっていう話でね、いやそれじゃ困るということで、うん、だから、まあ、私としてはですね、ただうちはできやっぱりそういう、ね、安易に受けられないから、うん、だから結局どうなったかというとですね、どうなったんでしたっけ、お客様相談室ね、お客様相談室に言ってこうこうこうでこうなんですけどっていうふうに言うのがいいと思いますって、はい、一応そういうふうに、ね、お伝えしておきました、はい、やっぱりね、何かあったら困るし ねそれなのにいつまでもできないじゃん、それも困るしね、その間乗らないっていうね、できればいいですよ、乗らないで、でもほら必要だから持ってるわけだから、基本的にはね、特にスクーターですから、うん、だからそういうんで、うん、私としてはね、どうすることもできないので、そういうふうにメーカーがね、あれね、相談した方がするのがいいんじゃないかな、それでそこから一応ね、紹介してもらう、うん、どこどこやってくれないんですけどって、ね、どこどこやってくれないんですけどって言うわけですよ、ね、そう、やっぱりほらそのメーカーでしかできないっていうか、そのメーカーのどこでもできるわけじゃないような車両ですよ、いや、それはそういうこと言ってるんですよ、それをね、やっぱりいや忙しいでできませんじゃ話にならないっていうことですよ、そういうことを申し上げているわけで、へへへへ、ね、一応ね、ここで下がる、クリップで止まってるね、あのクリップっていうかあれで、で、これで外れましたね、いやー気使うね、気使う、あれこれ抜かない方がいいね、抜くとなんかリセットされちゃうでしょ、あのあれが、でもしょうがないかな、外さないと厳しいので、この状態でやるの危ないもんね、ケーブルね、触るの、うん、やった方がいいか、スイッチ類があるから、ここにちょっとね、タオルでなんか敷いて傷つかないようにしてやりましょうね。これがね、いかんのですよ何がいかんのかっていうと、レバーのこのゴムがついてるんですけどね、これがブレーキスイッチと両方とも兼ねてるんですよ、いけない作りだね、まあ、これ回っちゃうよ、ここちょっと緩めれば少し動くかな、気持ちね、気持ちこう下に上がってない、どこに何にカチャって言ってんの、ね、で、ここ緩めてという作業でございます、はい、うん、そう、だから例えばそういう夢のお店でしかできません、ね、ああもうこれらの車両はディーラーじゃなきゃできませんよみたいなことを言ってる車両っていうのはなおさらやんなきゃダメ、断っちゃダメ、いやそんな3ヶ月断らないまでも3、いやあと3ヶ月かかっちゃいますな、とんでもないよね、そんなこと言ってたら先輩なんかやるんじゃねえよっていうことになるでしょ、で、いやいや他にもお店いっぱいあるんでそちらでやってくださいなんて言うんだったら、それだったら何で先輩してんだよっていうことになっちゃうね、ちゃんとお客様をね、こう販売する以上はやっぱりね、ほら専売じゃなきゃいいですよ、どこでも売ってるっていうね、でその中のうちをね選んでくださいよっていうようなスタンスならいいんですよ、うん、でもそうじゃないんだよ、現実はもうそこでしか買えないとかね、そんなことやってるわけでしょ、ね、別にやっちゃいけないって言ってないですよ、いいんですよ、
その代わりメンテナンスもきっちりやりますよ、まあ、女お待たせさせませんね、うちで買っていただいて、ね、ここにいただいてすぐやりますね、なんだよ3ヶ月かかりますバカじゃねえよ何言ってんだよってね言われちゃってもおかしくないでしょ、ね、うん、だからどこでもできないよね、どこでもできるんだから、ね、そただそれを言ってるだけですよ、うん、あの厳密、いやどこで買ったかわからないあのあれで、あのすいませんやってくださいって、いやちょっとうちのお客さんでちょっといっぱいなんですよ、まあまあそれはしょうがないよね、うん、それはやっぱりあるにしょうがないけど、やっぱり硬いまあ、いろんなね、飲み方ができますから、一概にね、あの、あらくわというのは言いづらいわけでございますが、ね、結局困っちゃうね。お客様が困るということです。はい。ね。それじゃまずいでしょう。ね。それを言ってるだけです。はい。外すの結構大変なの。で、このカバーはもうケーブルこう通ってるし、ね、スクーターみたいな作りだよね。スクーターみたいな作り。うん。まあ、考えてみると、なんか上にカバーがあってね、ヘッドライトついてて、だから形が違うだけであって、スクーターっぽいですよね。スクーターで頭をカブにしたら売れんじゃないですか。売れないですかね。カブじゃないと売れないんだろう。でちょっとこっちのブレーキを緩めて、うん、上げてないね、うん、あとねこれすごい綺麗、いいですよ、アクスルナットとかを一切触ってない感があっていいですよ、ね、そう 傷ついちゃったりするじゃないですか ね、うん、ね、ちょっとね外して、さあそしたらねこれをスカスカにでしょ、でこれ外します、これはあれ水道線ドライバー、水道線ドライバーみたいなので、そう変わってんですよ、これ十字に切ってある、さあっていうかまあうちで販売させていただいた車両とそんなに変わらなくて同じなんでね、基本的にはね、まあ、一旦やった時と何も変わらないと思うんですけど、ダメだ、硬い、ここはグリス塗っ、どうなんだろうな、塗ってあるっぽいんですけどね、うん、塗ってあるっぽいんですけど、でこれね、はい、これ見ると何だろう、これなんかこう蜘蛛の巣チックなのがありますけど、そんなに塗ってる感はないんだよな、やっぱり、うん、なんかもっとベタベタ塗ってあったような気もするけど、そんなでもないのかな、まあ、とりあえずベルハンマー塗りますよ、ね、まあ、こういうのを、ね、やるともしかするといいんじゃないかってね、そう言ってください、ベルハンマーなんか塗っちゃダメだよ、ダメだ塗ったら、そう、その時はいいんだけどすぐダメだからとか、そういうもし方がいらっしゃいましたらね、コメントいただけすぐうちも対応してやめる、ね、使わないとか、あここにはこれは使わないやりますんでね、はい、何分ね右も左も分からない駆け出しのバイク屋でございます、ね、ですのでね、ベテランの方々のご意見、ね、そういったものが重要なんです、また、まだ初心者ですよって言いながらもね、えこれはえそれは何なんですかっていうね、そういうようなねあれも重要なんです、はい、やっぱりこう視点がね、いろんな視点がないとね、はい、滑るかになってます、ね、とりあえずこれはね置いておきます、ね、そして、レバーをね、レバーじゃないケーブルをまずこれさやりづらいんだよね、
うん、このよいしょ、ね、これまで持ってで、これがね、このブレーキスイッチと一緒にかかってるんですよ。これがわかんないんですよ。どうしてこういう仕組みになってるのかね、うん、でこれを下手に向いて何かやるっていうのは危険なんだよ。すっげえ。これ向けないもん。なんだろう。だからこれはもうしょうがないな。この向きだよ。この向き、この位置。もう少し曲がってるのなんだよ。で、ここを外して、ベルハンマーを送り込むと。こっから隙間から入れても、入っていかないんだよね。出ちゃうんだよね。どうなんだろう。いや、言いづらいね。ちょっとこう、少しこう、こうすれば上に向くかな。こっち側にやればね。で、すごいやりづらい。で、なんかビニールの、なんかしらね、こういうような袋を、ちっちゃいのを用意して、でちょろちょろっと送り込むと、ね、いう感じですね。でテープで留めてね。まあ、スキンケープだけ使わなかった、ね。さあ、そしたらね、もう早くやらないとね、時間がどんどん多すぎてて、ね、やばいですね。で、動画もどんどん長くなっちゃうし、ね、もう、 うわ、これでまずいよ。ね、ダメだよ、これって言って。結局ね、ボツになっちゃうとね。いうことにもなりかねないんですよね。はい。これハサミないじゃん。どうしたかな。なんかさ、どっかハサミ使ってしまってないよ。あ、ね。そう、使ったものはすぐしまうのね。整理整頓のところです。探すのに時間使っちゃうね。もったいないんですよ。イライラしてくれたらね。あ、使わねえ。やばい。ね。さあ、ということで。で、まあ、どうでもいい話なんですけど、まあ、どうでもいい話をね、どっかしててもしょうがない。ためになる話、ね、なかなかないね、ためになる話ね。で、どうでもいい話なんですけど、私、最近、ね、見てるのが、そう、おいしい給食っていうね、シーズン2が始まったんですね。はい、ね、で舞台がね、最初のやつは1984年の夏っていうね、設定がね、そう、1984年の夏の設定なんですよ。で、ちょうどその時の、舞台が中学校の1年生のね、舞台になってるんですけど。私、その時中学2年生だったかな。2年生じゃなかったかな。何年生でした、何年生か分かんないですね。聞かれてもね。そう。だから、おーっつって。そうか、こんな感じだったかなとか、いろいろね、思うところもあるんですが、はい、そう、そう、給食に命を。給食の好きな先生、ね、と、あと給食同じく生徒がいてですね、その話ね、いろいろやるわけですどうだ。入ってきてね、入ってきていいね。ブク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 っつって、ブク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 って入ってってますよね。ブクブクブクだからね。こっち側の、こっち側のゴムかかってるからこれを抜くことによって通りが良くなるんじゃないの。
1回入れておけばいいと思うんですよ。まあ、ケーブルって基本的にはメーカーはね、2年に1回交換してくださいみたいなことを言ってますけど、いや、このスーパーカムのこのケーブル交換の大変でしょう。ね、安易に交換してくださいって言いますけどね。まあ、あとこう、ね、スムーズに動くとか、やっぱりね、そういったことが重要だと思うので、ね、こんなことをやらせていただくと。スクーターとかもそうですけどね。うん、なかなか。どうすか。終わりですか。だいぶこっちに出ちゃいました。いいでしょうね。ね。よし、よしとしよう。ちょっと外出ちゃったかな。ね。そしたら、またこれを元に戻すんですけど、ここの部分がやっぱりグリスがね、少し塗ってあった方がいいのかなっていうね。カマとかね、これがまあどうでもどうでもじゃないですよね。なんとなくね、ここの部分がもう良くない、はまる部分ね、良くないっていう感じがするんですよ、感触がね。だから、はい、さあ、そしたらね、先ほどちょっとね、いたずらしたレバーを戻しましょう、ね、で、ここにグリス、こっちもね、こうあって可動部っていうんですか、擦れるところにグリスをね、塗っておくことによっていいんじゃないかなーってね、思ったりするんですけど ね、はい、ね、たくさん塗りゃいいと思うんじゃないのは分かるわけでございますからね。あと何でしたっけ。で、ケーブルがはまるとこはちょっとシリコングリスでも入れておきますかね。そしたらこれをね、戻します。はい。これでもう終わり。ね、もう、ね、動画もだいぶ長くなってるでしょうからね、そろそろおいとまさせていただきたいと思うわけでございます。はい。ね、これもね、やっぱりね、時間のかかる、結構かかる作業なんで、はいはいはいって言って受けられない部分もございます。はい。点検なんて言ってね、簡単に。やっぱりね、少なくともお金がかかることですし、ね。よし。で、1000キロ走ってられてるんですよね。で、どうなんだろうな。普通にやっていいのかな。うん。したらホイール外して、ドラムね、一回掃除して、うん。それで組んで、どうかなっていう感じですかね。その方がいいですよね。そしたらカバーを落とそうかな。とりあえずね、上のカバー、このままだとね、ズボンってはまる部分になってるんですよ。そう、まあ、それがね、こう引っかかってなんか抜けないよね、要因みたいですよ。せっかくだから外しやすいようにグリスのとこかな、次回はね。まあ結構素直にパチパチって外れますけど、外れやすくなるとはいうわけではないとは思うわけでございますが、はい、そうしますと、ね、ここが、
からコネクターを挿して、あ、こっちに挿すとかヘッドライトのあの子に、ね、つけて、ね、戻すだけですかね、うん、なかなかいいんじゃないですか、ね、はい、ネジはいいか、ね、これからちょっと、はい、そうですね、この後ホイール、うん、今度フロントのブレーキの方を下側ですね、そちらをちょっと触ってみたいと思います、はい、とりあえず一旦チュー。